はい、皆さんおはようございます。よっちラジオパート25ということで、今日も頑張っていきたいと思います。はい、最近の僕の悩みというかね、どうなんだろう、最近ね美容院に行けてなくてっていうか、まあ、髪の毛をね全く切れなくてですね、どうしようかなと思っております。っていうのも僕って週4で行ってるんですよ。その担当の方がいらっしゃるんですけれども、週4で髪を大体切ってるんですよね。でいい髪の状態をキープというかね、だから4週間、いやもっと早く行きたいんだけどね、本当は週4っていうのがね習慣づいてたんだけど、まあこういう時期だから全然行けてないんですよね。1ヶ月以上経ちますね。もう1ヶ月以上、いや2ヶ月ぐらい、いや下手すると3ヶ月ぐらい行ってないことになるのかな。もうね、短い髪をキープしてたんだけど、どうしようかなと思って、で最近僕ちょっとね髪型をこう変えようかなって思いつつあって、今ってね、まあ、撮影時は前髪を眉にかぶるぐらい下ろしてるんだけど、ちょっとねアイロンでカールさせてさ、ちょっとウェーブかけてさやってるんだけど、まあそれも別に気に入ってはいて、これをずっとやろうかなとも思ってるんだけど、もう家帰ったら絶対センター分けにしてますね僕は。うん、センター分けメンズって調べたらさ結構出てくるんだけど、めちゃめちゃかっこよくね、めっちゃかっこいいでしょ、なんかすごい男らしくない、センター分けって。だからちょっとね最近ねセンター分けにしてみようかなと思うんですけども、皆さんどうですかね、男性のセンター分け。あのね、センター分けって結構勇気いるんよ。なんでかっていうと、やっぱその眉とかその目がやっぱ綺麗じゃないと似合わないんだよね。っていうのもこう目がさ二重とかさ、めちゃめちゃ濃い顔の人は似合うわけだけどさ、なんか僕みたいなこう重たいさ一重で、眉毛もちょっと離れてて、似合うかなっていうところですよね。まあメガネするからちょっとどうなんだろうっていう感じはしてますけれども、ちょっとセンター分けでちょっと癖っ気だからね、それを利用していい感じにできないかなとも思いつつ、髪の毛に悩んでる今日この頃っていうのかなですね。まあいつに、まあでもなんかいつになるか分かんないよね。その担当の方もねちょっといつになるか分からないみたいだし、まあでもね本当にこんな時期だからねしょうがないっていうのもあるんだけどね、こう誰のせいでもないからね、っていうので、まあ、ちょっと伸ばしてみようかなっていうところですね。まあ開けたらまた担当の方とね相談しながらみたいな感じになってくると思うし、ちょっと気が変わってさ短くしてちょっと髪の毛明るくするかもしれないしね、どっちか分かりません。はい、ってところでね、髪の話は置いておいてですね、今週何があったかなってこう振り返ると、母の日ありましたよね、5月10日母の日。でもうツイッターでもね僕動画にしたんですけれども、ダイソンの掃除機を買ってあげました。あれ俺前回話したっけあれ俺母の日の話したっけ、してないと思うんだけど、あれしたっけ、いやしてないと思う、してないはず、言ってない手でじゃあ喋るね、ダイソンの掃除機を買いましたと。で僕って母の日必ずプレゼントを送るんですよ母に。まあそのほとんどがさ家電製品だったりするんだよね、あの自動掃除機ロボット掃除機のやつとか、あじゃあ家電だけじゃないな、ヨギボーのクッションであったりとか、いろいろ結構高めの家電製品とか送ってるんですよ。毎回忘れるんですけど、まあ観葉植物とかね結構送るし、まあ贈り物がとてつもなくこう毎年毎年あるからちょっと忘れるんだけど、ああまあ誕生日とかも送るからね、だからなんかお母さんに年に2回ほどプレゼントあげてるんですよ。まあお父さんの誕生日とかはまあビール送ったりとか、兄貴の誕生日ビール送ったりとかね、そうするんですけれども、一番さ送って気に入ってるランキングがやっぱ観葉植物なんだよね、お母さんが一番大好きなのは。
未だにこう育ててるし、なんかね最近 LINE でなんか観葉植物からなんかハート型の葉っぱ生えてきたよって、送られてきてめちゃめちゃほっこりしましたね、うん、なんかこんな時だからこそすごいほっこりするみたいなちょっと可愛らしい文章を添えて写真を送ってきましたけれども、うん、なんかいやなんかいいなと思いました、うん、何が言いたいかっていうと、今まで送ってきた中でこうヨギボーとかルンバとかあげたんだけど結局使ってないのよね、うん、お掃除用のルンバ4万以上したんですよ、あれ4万以上したでしょ。でヨギボーのクッションでかいクッションなんですけど、あれ2万超えしてたし、結構ね結構お高いよね、うん、でルンバなんか2回ぐらいしか使ってないじゃない、わ、うん、かんないけど、うん、とかヨギボーのクッションとかもう実家帰ったらなんか兄貴が使ってるみたいで、お母さん全然使ってないみたいな、うん、そんな感じでちょっともったいないなとも思いながらね、家もそんな大きくないからね、あんな大きいの送らなくていいよみたいなことも言われるし、うん、で悩んだ結果掃除機を送ったんですよね、ダイソン。今回あれよ、こう親もさもう50超えで腰とかそん膝とかね、そんなもう若くないわけだから、なんか古い掃除機ってさコードとかさあるじゃないですか、でコード引っ張るのでも腰曲げるし、そのコンセントをそうつなげるだけでも腰を曲げて膝を曲げてするでしょ、それはあんま良くないなと思って、だからこうダイソンの掃除機って吸引力もすごいし長持ちするしコードないしっていうことで買ったんだけど、まあお父さんの方が喜んでるって言ってましたね、うん、なんかお父さんは、ね、欲しかったらしい、お母さんねあんまり掃除好きじゃないからって言ってて、うん、お父さんとりあえず気に入ってるわみたいな、うん、まあまあまあいいけど、うん、もうね夫婦で一緒に掃除してくださいと、うん、おうち時間掃除に使ってくださいと、うん、実家帰るまで綺麗にしてくださいと、そういうことを言って、プレゼントしました。皆さんね母の日何かあげてますかね、うん、まあお花とかでもいいですしね、うん、まあ母の日っていうね、せっかく1年に1回ね感謝を伝える日があるんだからね、やっぱりそこでね感謝伝えたいですよね、うん、っていう感じで母の日は、毎年送っていますと。で次何あげるかなって考えるのもね楽しみの一つではありますね。最近暑くない？めっちゃ暑くない？もうすでに僕はね窓を開けて寝てるんだけど、それぐらいさ暑いよね。で何？2日前なんかあれよ、クーラーつけてたからね。でクーラーつけるためにさこう冷房を18度にして1時間つけっぱなしにしてたのよ。そしたらなんか匂いが取れるらしいんだけど、もうそれも済ませて、うん、クーラーつけてましたね、はい、クーラーと扇風機同時回ししてましたからそれぐらい僕暑がりで、うん、もう暑くなってきたね、うん、っていう感じでもう夏が来るなっていう感じするんですけど、でももう5月でもう6月で7月みたいな感じでさ、なんかやっぱこのコロナの時期があってちょっとさなんか日の進み方がちょっと感覚狂ってないですか皆さん。僕めちゃめちゃ狂ってるんですよね、未だに僕春だと思ってますから、うん、そのさやっぱ外出してないっていうのもあるんだけど、ちょっと時が止まってる感じがするよね、あと季節も止まってる感じがするんよ。でもねやっぱ普段ねこうコロナがなかったら多分もう5月だ暑い暑いっつってよしもう半袖だっつって夏が来るぞって感じの心構えはやってるんだと思うけど、やっぱいかんせんこう家から出てないもんだからやっぱその季節が感じられないのよね。そこら辺ちょっとねやっぱちょっと変わった1年になりそうだなって感じしますよね。 あとねちょっとびっくりしたことがあって、最近さこう芸能人の方々がさこう YouTube に賛同してきてるよね。でそれもさもう当たり前みたいになってきてるよね今ね、どん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 来るからさ。でそこでやっぱ徐々にさ次はアスリートの方もさどん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 来るようになってきたんだよね。であの女子レスリングのさ、遠坂絵里っていう選手がいるんだけど、
その選手僕同級生なんですよ。で小中学校一緒で、で彼女がこうレスリングでめちゃめちゃ金メダルとか取ってて、やっぱりこうニュースとか見てると、まあ、東坂選手が出てるわけですよ。もう不思議な感じですよね。なんか同級生がテレビのニュースに出てて大活躍してるみたいな、こう世界的に、なんというか、YouTube 始めてて Twitter 見たらえみたいな、うわーこの世界に飛び込んできやがったと思っていやでも嬉しかったですね。やっぱそれだけこうアスリートの方たちにもこう浸透してて YouTube っていうのが、いや初めてですね、僕この知り合いで YouTube やってる方は東坂選手が初めてですね。その他の人はやってないですね。やっぱみんな やり始めんのかな。でもね、 小中学校でさ、めちゃめちゃ面白い人いたわけ、友達で。いやその人 YouTube やったらいいやんと思いながら、でもやってほしくないっていうのもあるけど、ちょっと絶対面白いから絶対人気になっちゃうから、いややめてほしいんですけどもねとか言いながらね、なんかいつかね、こう富山県民としてなんか地元にね貢献できたらなって思いますね。いつかその東坂選手とね、一緒になんか富山県のために何かできたらなと思いますしね、まあ、はじめ社長もいるしっていう感じですかね。はい、さというところでね、話もね結構区切りついたかなこれで、僕個人の話はじゃあここまでにして、そしたらねコメントの方を読んでいきたいと思いましょう。ちょっとさ最近さ YouTube のさ仕様変わったよね。なんかスマホで YouTube 見てコメント欄がさ下になくてさ、あれ、そしたらなんか上の方にコメント読むっていうところがあって、それタップするとバーって出てくるみたいな。さあ最初はですね、一言質問の方読んでいきたいと思います。それじゃあ読んでいきますよ。長いってきてる。ちょっとねこの時のラジオはね52分もあったから、ちょっと52分長いよね。確かに長いよな。だからね意識的にはね僕は30分以内で収めようとはしてるんですよね。ただね喋りすぎちゃったらこうなっちゃうっていうね、ごめんなさいね、まあ、たまにはちょっと許してください。ボンボンメンバーって全員可愛くないですか。いやそうだよね。そうだよね。てかいや僕が言うのもなんだけど、ボンボンメンバーの女子メンバーとかさ、ボンボン学園のさ女子メンバーとかってさ、可愛いよねめっちゃ顔面偏差値高いよね。いやーなんだろうな、なんかすごいよね。そういうところに僕がいるってすごいよね。もうなんか地元にいる時さそんなん想像してなかったよね、こういうの。女子に囲まれて撮影するなんて人生、いやって感じだよね。本当に可愛らしい子ばっかりで、なんか僕はもう幸せですと、それにつきますね。いや本当に五等分の花嫁状態だからね、絶対僕は羨ましがられる人間だと思っている。ヨッチが好きなタイプは何ですか。ヨッチが好きなタイプは何ですか。髪型とか気になります。髪型ね、まあ前はさ髪の毛長くてちょっとおしゃれな髪の人がタイプだったんだよね。それか髪が長くて後ろに一本縛ってる人とか、そういう人がタイプでした。でも最近短いの可愛いなと思い始めてます。髪の毛長い人が短くした時が一番好きかな。ヨッチさんはなっちゃんの動画見ていますか。めちゃめちゃこれも来るね。いや見てますよいやなっちゃんらしいよね。なんかすごい独特な編集と動画の雰囲気がやっぱなっちゃんの世界観出てますよ。少しちょっとなんかおしゃれななんか色合いとか使ってさ、あとテロップ、とかさ、あとなんかあれ絶対いいマイク使ってるだろうなと思って、いいマイクといいカメラ、ちょっと教えてもらいたいぐらいなんだけど、まあなんからしさが出ててすごい安心しましたねっていう感じですね。なんか毎日こう
まあ、毎日動画出してるよね。結構毎日見るから、頑張ってるなと思いながらね。うん。っていうところで、めちゃめちゃリプとかすごい来るけど、しっかり見てますよ。うん。よっちさん、今、一番好きな YouTuber、誰ですか？どうだろうな。いや、まこちすごい可愛いんだよ。すごい可愛いし、今、一押しではある。けれども、一番好きな YouTuber の方は、やっぱり、佐々木朝日さんです。はい。あ、女性で言うとですよ。佐々木朝日さんですね。はい。うん。やっぱりね、年々、こう、綺麗になっていく、うん、素晴らしいと思います。はい、なんかちゃんとこう美容をちゃんとしてらっしゃって、はい、なんか、うん、もう緊張します。やっぱ会うと会うし、うん、なんかね、距離を詰めてきてくれるところがやっぱすごい素敵だなと思いますね。うん、なんか僕がさ、こんなもう佐々木朝日さんの前だったらさ、すごい敬語とかになっちゃうんですけど、なんか、あ、はいはいははいみたいな、こんななるんですけど、もうそれも同日こう、最近どうみたいな、こう内側に入ってきてくれるところとかね、すごい大人だなと思いますし、そういうところに惹かれてますね。あと男性で言うと、やっぱりヒカキンさんですね。うん、もう何が何でもヒカキンさんですね。やっぱり僕はこうヒカキンさんに憧れて入ったわけです。で、その時のヒカキンさんっていうのは何万人だったかな、100万人200万人ぐらいだったかな、の方で、で僕まあ0人で、まあヒカキンさんのさ背中を追いかけてきたわけですよ。で僕もね、ボンボン TV100 万人行った時にですね、ヒカキンさんは、まあ、300万人400万人とどん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 こう僕もね詰めてるはずなんですよ、多分。こうヒカキンさんの背中を追いかけてめちゃめちゃ全力疾走で走ってるんですけど、その距離がね縮まらないんですよ、全然。だからすごいなと思って、ずっとずっと走っててもずっとずっとヒカキンさん走ってるんですよ。まあだからこそ、まあそういう人がいるからこそ、まあ、僕も頑張れたりするんですけど、まあ、そういった面でやっぱりこうすごいまだなんか距離を作ってくれるっていうのはもうやっぱ男としてかっこいいなと思いますし、いやかっこいいなって感じです、本当に。っていう感じで、はい、今もねその背中を追っかけて、頑張っています。よっちすごい先生みたいな喋り方すぎて三者面談してる気分。わらわらわら。そんな感じする？先生みたいな感じする？今から三者面談始めたいと思います。はい。まあ今学期はとか言って。いや僕もね喋り方、ラジオなんか特にそうなんだけど、喋り方めっちゃ気をつけてます。いやそれこそ本当に言葉選んで喋ってるし、あとさみたいなあるじゃん、この言葉のつなぎ、うん、そうだね、そうですね、みたいな、っていうのをこうなくそうと努力してるんですよ今。あと僕、うん、そうだね、うん、うんっていうのも癖なんで、それをなくそうと思ってます。一言質問コーナーは以上にして、次はペンネーム付きのお悩み相談とかあるやつやっていきたいと思います。いきます。ペンネームマルナさん、お悩み、私はメンタルが弱いです。これからの人生メンタル弱いとさすがに生きていけないと思いますが、ポジティブに考えるようにはしてるのですが、精神的にもあれかなと思いまして、メンタル強くできる方法とかあったら教えてほしいです。やってほしいこと。あ、はい。ってことで、メンタルが弱くて、その強くする方法を教えてくださいっていうことですよね。もう、僕もメンタルめちゃめちゃ弱いっす。うん、すげえ弱いし、ネクラです。なんか、ある意味こう、自分を騙すっていう方法を僕はやってるんだけど、まあ僕は野球やってたんだけど、練習では一番自分が下手くそだっていう、ネガティブな気持ちでやるの。で、試合では、俺が一番うまい、やばいうまい、もう絶対いいとこ見せてやるみたいなポジティブな
感じでやるんです。まあ要するに自分を騙すタイミングだよね。こう自分を分かってるからこそする方法ですね。これは撮影の時は自分が一番面白くない、だから面白いポイントを作らなきゃいけないっていう気持ちで僕はやってます。でイベントではよし俺がリーダーだ、俺を見てくれっていう感じでやってますって感じで、やっぱ自分がメンタル弱いの知ってるからそういう感じですね。やっぱねこうすぐにはねメンタルって強くなんないし、やっぱ自分のこう性格って難しいですよね、ガラッと変えるには。やっぱりだからこう徐々にそういう鍛錬をしていけば自然に強くなるんじゃないかなと思います。やっぱ経験が一番です。まあ、メンタル弱いのってやっぱ多分こう経験したことないことがあったりとかさ、うん、知らないことだらけ だから多分ネガティブになるんだと思うけど、経験することによってさこう自信がつくわけ、うん、そしたら自然とねメンタルが強くなってくるんじゃないかなと思いますよ。やってほしいこと、またダサ飲み会やってほしいです。これねこれも結構いろんな方から来るんだよ、うん、いやこれ面白いからね僕もやりたいんだよ、うん、お酒大好きだし、うん、でもねこれねマジで恥ずかしいからね、電車でどれだけ見られたかな俺、めちゃめちゃ見られた挙句電車でバレてたからねなんたる恥ずかしさ、先のちゃんに会うっていうことになったけど、偶然よマジで偶然、渋谷でなんか渋谷歩いてたらえみたいな感じになって、やばバレた早く行こうってなったら肩トントンってされて、先のちゃんがようちさんとか言って可愛いってなってはい、いい思い出です。またやれたらやりたいですけど恥ずかしいっていう、はい。ペンネームいちごちゃん、ヨッチへの質問、付き合うなら年下、同期、年上どれが良いですか。あのね僕はね同期の人しか付き合ったことないんですよ。この年になってちょっと頼られることが多くなってきて、逆に甘えたいっていうのはないんですよね。特にこう女性に甘えたいっていう男性いるじゃないですか。僕甘えたいとかないんだよな。なんか頼りにされたいとか尊敬されたいんですよ常に、うん、なので年上の方どうだろうな、うん、甘えたいってわけじゃないから、そういった意味では年下の方がちょっと合うのかなとも思ってるし、うん、同期の方も合ってるし、年上の人って多分僕いじられるから、あんまり多分合わないと思う年上の人とは、うん、っていう感じで、まあ年下の方、同期の方かな。で相談、学校の課題が全然進みません、どうすればよいですか。辛い時は来る、やってしまおうやってしまおう、うん、もうね無我夢中でやろう、うん、無我夢中でやんないとダメ、やんないと終わんない、うん、いつかやらないといけないんだからやろう今。やってほしい企画、勉強動画、あーなるほどね、作業用動画、きょんちゃんと一緒に運動してる動画、なるほど勉強動画、そうだね最近りっちゃんによる勉強動画出してないよね、うん、ハウトゥー系のやっぱあれためになるよね勉強系、うん、あれもね僕小学校の頃から見てればちょっと成績良くなったのかなと思うし、うん、できょんちゃんと一緒に運動してる動画、あいいね運動系はいいよね、うん、ただきょんちゃんに本気出されたら僕出るまくないんで、ちょっときょんちゃんにはね、ちょっと抑えてという感じで、うん、抑えてもらって、あんまやりすぎたらごめん俺目立たなくなるからごめんね、ごめん運動神経は知ってんの分かってんの、うん、分かってんだけどちょっと分かって、うん、俺ときょんちゃんって結構ね運動能力差があるから、うん、俺ダンスできないから、うん、そこら辺ちょっときょんちゃんね分かってくれる、うん、あ分かってる、うん、やっぱ楽しいものお互い作りたいじゃんね、うん、お互い楽しいものを作るためにはやっぱこうお互いがこう気持ちよくね、撮影しないといけないじゃん、うん、でもきょんちゃんが本気出しちゃうとね俺がちょっと薄くなっちゃうからね、うん、OKOK って感じになると思う
会話が絶対こんな感じになると思う。ペンネームリリアンさん、ヨッチさんに質問。ヨッチという名前や自己紹介はどのように決められたのですか。なるほど。ヨッチっていうのはね、僕名前が陽介って言うんですよ。で、陽介っていうので、まああの陽介の陽は漢字で要って書くんですけど、最初ね要 TV でやろうとしてたんですよ。ダサいでしょ、要 TV。 要 TV ダサいでしょ。俺本気でこれでやろうとしてたから。まあなんかなんとかっち、たまごっちとかさ、そういう なんとかっちっていうのが可愛らしいから、まあその陽介の陽を取ってヨッチってなったんだけど、まあ自己紹介はね、あれだよね、あの瀬戸さんのさマイクラ実況を見てて、その時めちゃめちゃ僕瀬戸さんのマイクラ実況毎日見てて、でその時に出てくるその村人がいたんだけど、ほんほんっていうやつね、あいつに吹き込みをしてた瀬戸さんが、なんか入り口出口、あ、その村人の名前が田口っていう村人なんで、なんか入り口出口田口ですみたいなこと言ってたのよ瀬戸さんが。でそれでなんかそのリズムを取って、なんかその入り口出口なんその最後口みたいな、そのなんか最後の語尾を揃えるみたいな感じどうかなと思って、ヨッチだから、なんか最後に血がつくのないかなと思ったら、こうあっちこっちそっちそっちか、あっちこっち、うん違うな、あっちそっち、あっちそっちよっち、あっちそっちあっちそっちよっちですってなったわけ、っていう感じですね、自己紹介が決まったので。最初本当にあのボンボンの最初の動画見てもらうと分かるんだけど、本当に最初の僕の最初の自己紹介気持ち悪いから本当に、なんか今はさ、こうなんか右左平行にこうなんかやってるけどさ、なんかさ、いやもう見たら方が分かると、もうすごい気持ち悪いから最初なんか、ちょっと 見られない今。でまあちょっとね、じゃあいろいろ噛み砕いて今の感じになったって感じかな。やってほしい企画、最近スライムの動画がないので久しぶりに見たいです。またツンデレ学園にドミちゃんが入ってくる続編が見たいです。グッピン両家の24時間生活学校シリーズもっと見たいです。はい、ということでありがとうございます。スライム動画ね、もう少ししたら出します。はい、動画の一部として出てきますので楽しみにしててください。そう、ツンデレ学園ね、僕も作りたいっすよ。やっぱドメちゃんも入ってきたから、新しいねツンデレ学園、本当に作りたいんですけどね、今この時期だからっていうので、やっぱ自粛開けたらもうすぐ速攻取ろうかなツンデレ学園。まあ24時間生活もねすごい人気の、コンテンツなんでね、引き続きやっていきますよ。グッピン両家の24時間もね、僕らりっちゃんよっちで仕掛けにやって仕掛けてやろうかな、じゃあ。それもまた絶対面白いと思う。ペンネーム RK さん、よっちへの質問。よっちみたいにいつもポジティブで笑顔でいられるのはどうしたらいいですか。なるほど。いや僕もポジティブって見られがちですけど、やっぱネガティブってさっきも言いましたけれどもね、やっぱこう笑顔でいられるっていうのはその分泣いたり悲しんだりしてるからだと思うんですよね。まあ僕もやっぱり、撮影はめちゃめちゃ楽しいけど、やっぱ悩みとかいろいろうまくいかないこととかあったりして、自分との葛藤でよく僕本当によく泣くんすよ。家帰って泣いたり、まあ、それでこうすっきりして切り替えできるからいいんだけど、まあ、自分の中で解決する人間だから僕は、でもやっぱこう一番、いつも笑ってる人って結構いつもなんかすごい考え事をしてたりとか、常にそういうのはつきまとってるとは思いますよ。僕もいろいろ結構ありますから、はい。だからこそね、こうなんか人の痛みがわかるからこそ、こうみんなのことを、笑顔にしたいっていうのがあるのかもしれないですね。やってほしい企画、テレビ電話での企画中にメンバーに何でもいいのでドッキリやってほしいです。
大丈夫です。あのね、来週出します、来週出します。僕の企画で、それに似たやつを出しますんで、皆さん楽しみにしててください。最後に一言なんですが、いつも動画を見てて、本当にボンボン TV を知ってから笑顔が私の中で笑顔が増えたと思うし、こんなに大好きって思える人は初めてです。いつも本当にありがとう。これからも頑張ってください。採用されたら嬉しいです。ありがとう、採用したよ。ってことでですね、僕はやっぱこういう文が一番嬉しいですね。こういつも動画見てて本当に笑顔になりましたとか、なんか、初めて好きな YouTuber がボンボン TV ですみたいな、ものもくれる方がよくいますけれども、それがやっぱ嬉しいですね、僕にとっては。やっぱ僕らもいつどんな時誰が見てるかなんか分かんないし、その人にどんな影響を与えたかっていうのは分からないし、だからこそね、一本一本の動画僕たちは本当に全力で、やってます。でその中でやっぱどうしてもね、他のね YouTuber の方と企画がね被る時あるんですよ、やっぱどうしても。なんだけれどもね、これだけ知っておいてほしいのは、もう僕たちはいつだってこうね一本一本に対して、本気出してるし、悪気とか全然ないですし、それこそやっぱ一人一人見た人の人生を変えると思ってるから、僕たちっていうのは、っていうのをね知っておいてもらいたいっていう感じですかね。それが一番僕らは嬉しいですね。なんかまたよっちやってるよタハぐらいのね、感じで見ていただければ僕らは本当に一番嬉しいです。っていうので、僕はね本当に、そういった意味で、メンバーも、視聴者の皆さんもね、これからずっと守っていければなと思っております。はい、というわけで、ごめんなさい、キリのいいとこで今回のラジオは以上とさせていただきます。というわけでこの動画に、どしどしコメントよろしくお願いします。よっちラジオシャープ25ということで、皆さんまたよっちラジオ26でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。それではまたね。